こんにちは、速稼塾の久保です。森法務大臣のここ数ヶ月のね、答弁を聞いていて、私は森法務大臣 の, この無責任さとか無能さっていうものをね、本当に痛感したわけなんですけども、と同時にですね、自分の能力に見合わない職責を担われた人の悲劇というのもね、これは同情深く見るところがあります。私がこの何ですかね、上から目線で見ることはないかもしれませんけども、ただやっぱりシンプルに考えて、納税者の下で働く大臣ということを考えるとね、やっぱりこう一定の評価をせざるを得ないかなと思うわけなんですよ。でそれで今回ノックさんがね、動画の方を出してくださったんですけども、私が感じるのは、その森法務大臣、やっぱね、辻褄が合わなすぎて、もういい加減ね、やめさせてくださいっていうところなんでしょうね。で身体疑いも、全然受理されずに、本当に辞任をした方がいいとは思うんですけども、かといってね、私はね、森法務大臣のご家族とかを想像するんですよ。例えば森法務大臣に、私の想像ですけども、旦那さんがいらっしゃって、お子さんが2人ぐらいいらっしゃってね、業務を終えて家に帰った時に、ものすごくかわいそうな家庭像が浮かぶんですよね。子供たちにはまっすぐ顔を向けられますか？近所のスーパーに行った時に恥ずかしくないですか？とこれだけ顔が売れてしまうと、本当にね、引きこもってね、うつ病になってしまったりとか、もう一生家から出れなくなっちゃうような、そんなことも想像するんですけども。というのが、答弁の中にやっぱりためらいとかね、もうやけとかっていう感情が入ってるわけなんですよ。これがですね、本当に悪人になりきれるような人格を持っていれば別なんですけども、やっぱり良心というものが残ってるんですよね。やっぱり平凡な弁護士として多くの人を救いたいと、多くの人の矛盾を解決したいというね、その職務に今回の強制人事といいますかね、黒川さんの件もありますよね。黒川さんの件につきましては、もう代わりがいないから、この人しかいないから定年延長するんだというふうにして、法律まで、憲法までね、解釈を変えていったのに、今回、黒川さん辞任されて後任を決めなければならないって時に、あれ代わりって見つからないんじゃないですかみたいなことを追及されたら、本当にね、もう矛盾だらけになってくるわけなんですよ。そういった意味で、過去の私は間違えてましたということはもう認めた方が楽になるんじゃないかなと思うんですよ。きっと森法務大臣は大臣じゃなければ相当優秀な人格であり、弁護士さんだと思うんですよね。だから大臣という器ではなかったのかなと思いますし、あと同時にですね、こう思うんですよ。もっともっと大臣にふさわしい方がいるんだけども、ただね、やっぱり今の官邸、内閣の中で大臣をやるのはどうも割に合わないと考えた人が、こういうね、人をね、河合克行さんもそうですし、適当に祭り上げて大臣にさしといて、不具合が起きたら切るみたいなことを繰り返したりとかね、しているのかなと思っちゃいますよね。いずれにしても気の毒な、そんなね、日々だなと思います。私もね、森法務大臣を責めていた人間の一人としてね、今は深い同情と、ちょっとここまでなっちゃうとはなと、気の毒な気がしますね。ノックさん、今回も動画ありがとうございました。またよろしくお願いします。